まるで成長しない FF6、パート5、始まるよ。ま、大陸にたどり着いたところからです。前回変更したバトルスピードを早いに戻し、進んでいきます。道中、村雨、ベレー帽を回収。その先で一度飛空艇に戻り、お買い物タイムです。まずは、サマサの村で、今まで溜め込んだエーテルをすべて売却。その他、ハイパーリストを3個、アラームピアスを2個、ムラサメ、ルーンブレードを2個、プリンセスリングを売却。次に、イカズチのロットを13個、リフレクトリングを2個購入し、サマサの村でのお買い物は終了。次は、エドガーがいる状態でフィガロ城に移動し、半額のフェニオを買えるだけ買います。最後に飛空艇で全員の装備を引っぺがし、魔力が高いリルム、ジェナと機械が使えるエドガーの3人で、再びま大陸に乗り込みます。ま大陸に戻ってきたら、シャドウを回収。なお、インターセプターは実家に帰っているので、残念ながらま大陸には来ていません。さらに進んでいき、右枠に記載の通り準備をしたら、アルテマウェポンとの戦闘です。さて、アルテマウェポンですが、魔法生物なので MP を枯渇させて倒す方法が有名です。が、本攻略ではラスピルなどの MP ダメージを与える魔法を習得していないので、真っ向勝負で挑みます。戦闘が始まったら、まずはエドガーが前回手に入れたウェイクメーカーを使います。ウェイクメーカーには、8属性の中からランダムに1つ弱点属性を付与するという効果があり、今回はアルテマウェポンへ雷弱点の付与を狙います。他のメンバーは弱点がつくまで、回復しながら耐えましょう。さて、アルテマウェポンの攻撃ですが、パターンが残り HP に応じて3段階に変化します。序盤で脅威となるのは2ターン目に使用する火炎で、単体と全体を各 15% の確率で使用します。全体版が来ると壊滅不可避なので、使われないよう祈りましょう。その他、全員リフレクトリングを装備しているので、フレアが来れば反射でダメージを与えられます。ただし、アルテマウェポンは魔力が5しかないので、フレアのダメージは700ぐらいと控えめです。死闘も一周つけたので、雷弱点がつくまで加速。火炎のように対策できない攻撃があるので、戦いは長期化するほど不利になります。無事に雷弱点がついたら、一点攻勢です。先ほど購入したイカズチのロット王4人で降り、速攻撃破を目指します。ロット王りのダメージ量を少しでも増やすため、魔力の高いリルムとテナを連れてきました。敵の攻撃でやられたメンバーを復活させながら、ロット王ポキポキしていきましょう。さて、この後 HP を減らし、パターンが第2段階に変わった直後が危険です。変化直後の攻撃は、バイオ、クエイク、特技版メテオで、バイオであれば大丈夫ですが、クエイクなら全滅、メテオの場合は回避のお祈りになります。さて、今回は、メテオ、リルムのみ回避しましたが、危険な状況、どうなるかは次の敵の行動次第。OK、助かりました。どういうわけか、第3段階の2ターン目の行動でしたが、生存できたので OK です。この隙にテナを復活させます。さて、敵の HP も残りわずかなので、ここはリルムとテナの2人で一気に攻めます。第3段階の行動で危険なのは、2名の状況下では戦うと火炎です。ただ、どちらも各ターン約3分の1の確率での使用と、そこまで分の悪い勝負ではありません。祈りながら降りましょう。OK、押し切りました。テイク数は6回。全体火炎を使われたり、エドガーに攻撃が集中したため、テイク数が増えてしまいました。アイテムドロップはエリクサーです。アルテマウェポンを撃破すると、この後かっこよく再登場するために、シャドウが一時離脱します。イカズチのロットが3個以上あることを確認し、先に進みます。ない場合は、サマサの村へ買いに戻りましょう。先に進むと、帝国と決着をつけるために、セリスが合流します。この後、なんやかんやあって、三頭身のバランスが崩れ、世界は崩壊の危機に瀕します。ま大陸も危険なので、時間内に飛空艇まで逃げましょう。操作可能になったら、記載の通り準備をして、進んでいきます。演歌設定がオフでも、道中2回の脳出戦は、イベントマスによる戦闘なので、回避できません。OK、先制です。
戦闘が始まったら、ファントムと精霊を使用します。脳では、物理と魔法で攻撃してきますが、沈黙耐性がないので、透明状態と沈黙で貫通できます。ということで、先制できれば先に行動できるので、ほぼ勝ち確です。あとは、エドガーがドリルを使い、残り3人は、追加魔法の発動を狙って、弱点の属性武器で攻撃します。ちなみにこいつは、カッパ状態にすると、原作と同じく、自身に魔法カッパーをかけて逃走します。魔法カッパーは、セリスがレベル13で覚えるので、通常プレイであればこの時点で使えるはずですが、成長しないプレイのセリスは、レベル6なので、魔法カッパーは覚えておらず、この方法は使えません。ということで、本攻略では彼女のカッパ姿は拝めません。テイク数は1回でした。2回目の脳で戦はこちらが最初から透明状態になっているので、戦闘開始直後に精霊を使うだけで貫通できます。精霊脈のセリスにはエルメスの靴を装備させているので、バックアタックにでもならない限りは大丈夫でしょう。テイク数は2回、バックアタックされました。この後、エリクサーを回収し、ヘナに魔石ファントムを装備させたら、道を塞ぐネラパと戦います。戦闘が始まると、ネラパは全員に血の宣告を使ってきます。血の宣告で全員の透明が剥がれてしまうので、ヘナがファントムで透明をかけ直します。また、以降の敵の魔法を封じるため、セリスは魔風剣を使いましょう。2ターン目に使うファイアーボール以外は、これでなんとかなります。この後は、死の宣告のカウントを極力進めないよう、窓しこしながら戦います。リルムは雷のロッドで、追加のサンダラを狙い、エドガーは回転のこぎりで攻撃します。ネラパには即死耐性がないので、回転のこぎり使用時に 25% の確率で発動する即死攻撃が出れば、このように一撃で倒せます。テイク数は2回でした。ちなみにククリマ版では、ネラパ戦を制限時間経過で強制終了させることができなくなっています。この後シャドウと共に、また異陸から脱出しますが、三頭身の力は止まらず、世界の崩壊が始まってしまいます。しかし、人類は死に絶えてはいなかった。世界崩壊から1年、とある孤島でセリスが目を覚ますところから物語は再開します。1年間セリスを解放してくれたのはシドでした。シドの話では世界は破滅に近づいており、希望はもうないとのこと。そんな絶望の中、二人はこの島で静かに暮らしていくことに決めます。シドはここ3日間何も食べておらず、体調を崩していました。そんなおじいちゃんを休ませて、魚を取ってくると話したところで操作ができるようになります。ここで、ささやかな小ネタを紹介。まずはベッドの左でメニュー画面を開き、集団セーブします。次に、そのデータを再ロード。そうすると、シドの位置が左側へリセットされるので、シドの移動を妨害して、セリスがベッドを占領できます。あとはベッドで横になりながら、おじいちゃんが立ちっぱなしで弱っていく様を見届けましょう。もうダメじゃ、まで弱らせたら、家を出て画面を切り替えます。そうすると何も喋らなくなるので、これでめでたくこの島から出られるようになります。以上、ささやかな小ネタでした。孤島での茶番が済んだら、まずは千の町へ向かいます。町に入ると、マッシュが崩壊寸前の家を支えているので、その間に家の中から、ヒールロッド、エーテル、ハイパーリスト、ホーリーロッド、ブラッドソード、魔石のかけらを回収。その他の宝箱にはモンスターがいるので、開けないようにしましょう。子供を助けて脱出したら、マッシュが仲間になります。この後、町の上の方にいる男から、魔石セラフィムを購入し、この町での用事は終了です。次は、地上に現れた蛇の道を北上し、ニケアへ行き、船に乗って、サウスフィガロの町へ向かいます。町に着いたら、崩壊前に回収しなかった箱や樽から、万能薬、テント、エリクサー、聖水、テント、エクスポーションを回収。これらのアイテムは、崩壊前後で中身が変化しています。
次はサウスフィガロの洞窟から直接フィガロ城内へ入ります。城の地下でクリスタルヘルム、グラビテロット、エクスポーション、エーテルターボ、ロイヤルクラウンを回収。右枠に記載の通り準備をしたら、盗賊たちを騙すためジェフと名乗っていたエドガーと共に職種と戦います。戦闘は強制サイドアタック、先制です。まずは、マッシュがキリンを召喚し、味方にリジェネをかけます。職種は、行動パターンや状態異常耐性など、4体別々に設定されていますが、左上以外、毒への耐性を持っていないので、エドガーのバイオブラストでポジらせます。以降は防御し、左上以外がポジしするのを待ちましょう。ちなみに原作の毒のダメージは、時間経過で徐々に増えていきましたが、クリマ版では常に最大 HP の16分の1ダメージとなり弱体化しています。さて、敵の攻撃で危険なのは捕獲で、成長しないメンバーではすぐにやられてしまいます。ただ捕獲は捕獲準備や絡みつきでスロー状態になったキャラに対して行う行動なので、エルメスの靴の効果で常時ヘイスト状態のセリストマッシュが使われることはありません。その他、バイオやポイズンなどの魔法攻撃は、リフレクトリングで対策済みです。唯一物理攻撃だけは、ダメージを受けてしまうので、HP が減ってきたら回復しましょう。テリスであれば、HP 吸収効果のあるブラッドソードを装備できるので、それで回復してもいいでしょう。ポジシまでまだ時間がかかるので、加速。なお、今回のプレイでは使えませんが、右上と右下の触手は、睡眠耐性がないので、スリプルを使えば、より安全に戦うことができます。さて、3体がポジししたら、こちらから攻撃をしていきます。マッシュはオーラキャノンを使い、セリスはマディンを召喚してから、フレイムタンで攻撃していきます。敵の数は減っているので、苦戦することはないでしょう。加速。ちなみに、以前のスチーム版では、左上の触手を石化で倒すことが可能でしたが、先日のアップデートで、原作や PS4 版と同じく、石化が効かないよう変更が加えられました。スチーム版で楽して攻略しようと考えている方は、ご注意ください。ということで、テイク数は1回でした。戦闘後にエドガーが仲間になります。さらに奥に進み、ソウルセイバーを回収しましょう。フィガロ城で一泊してから、降臨源の村へ向かい、酒場にいるセッサーを仲間に加えます。ギルの死も一桁が1、2、3、6でないことを確認してから、もう一つの翼を求めてダリルの墓に向かいます。もし死も一桁が該当してしまっていた場合は、いらないアイテムを売って調整しましょう。ダリルの墓では、源氏の兜、クリスタルメール、プリンセスドレス、獲得経験値を2倍にするグローエッグを回収。セリスに魔石、カトブレパスを装備させてから、宝箱のモンスターと戦います。プレゼンターは、エルニーニョやマグニチュード8など、強力な攻撃を使ってきますが、即死と石化が効くという、耐性に致命的な穴があります。すぐにカトブレパスを使って、カラカ本体、どちらかに当たれば戦いは終わります。テイク数は、1回でした。ちなみに、最初のユミール戦と同じく、作りまではカラカ本体のどちらか一方を倒せば、両方のアイテムを落とすので、ドラゴンクローが確実に二つ手に入ります。本攻略ではこいつを倒す必要は全くありませんが、スルーしてもどの道、クリア後のおまけパートで倒すことになるので、今のうちに倒しておきました。この後、マンイーターを回収し、記載の通り準備をしてから、ダリルの墓に潜むジュラハンとの戦闘です。開幕で使ってくる、レベルハテナホーリーは、所持金とレベルの倍率攻撃なので、対策済み。また、リフレクのキャラに使う、リフレクハテナは、状態異常攻撃ですが、こちらはかかってももう満体です。ジュラハンの通常攻撃は、魔法攻撃しかないため、リフレク状態であれば安全です。よく使ってくる、ブリザガなどの氷属性魔法は、反射すると吸収されてしまうので、エドガーのウィークメーカーで、弱点属性に上書きしてやります。この際、原作とは異なり、ダメージを与えないウィークメーカーに対して反撃が発動するので、エドガーがやられたら、エニオで帰らせましょう。その他、生属性は最初から弱点なので、オーラキャノンで攻撃したいところですが、敵は8回攻撃を受けると、モードチェンジして、絶対レイドなど反射できない攻撃を使うようになるので、
他のメンバーは手を出さないようにしましょう。ちなみに、反射攻撃ではモードチェンジはしません。さて、氷属性が弱点になりました。以降はウィークメーカーを使う必要もなく、反撃もされないため、放置していれば自滅します。加速。ちなみにこいつは墓場にいますが、アンデッドではありません。よって、霊の方法は使えません。ただ、魔法生物ではあるので、MP を枯渇させて倒す方法は有効です。ということで、難なく撃破。テイク数は、1回でした。戦闘後に、もう一つの翼、ファルコン号が手に入ります。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。